ハウスダストさん <laughs>。発表ありがとうございます。ラフテルの生き方2つ説。安全だが制約があるポーネグリフルートと、危険なヒノキズルート。根拠は空島編との対比と。到達の難しい空島とラフテル。クリケットとヒノキズの男。仲間を失うこととバギーの高熱。ノックアップストリームとヒノキズルート。すべてのポーネグリフを手にしたルフィがヒノキズルートを選ぶ展開予想。あー、なるほどね。まあでもなんか若干そんなニュアンスはあるよな普通のルートとは違う。 救済ルートっていうので、木の傷の男にさえ会えば、ラフテルにたどり着けるみたいなね。 で、その火の傷の男が救済ルートである根拠としては、犬嵐との会話ですよね。あそこで、ロードポーネグリフの説明を受けると、赤い石っていうのは、とある地点が描かれている。で、それを古代文字を読める人間がいれば、4つの地点を割り出すことができる。それを地図上で結びつけると、その交差したところに見えぬ最後の島、ラフテルが浮かび上がってくるんだ。なんですけど、ただ、地点を4つ割り出したとしても、火の傷の男に合わないと、ラフテルには特殊な生き方があって、 辿り着くことできなないいいかなっていう説明がないんだよね犬嵐すら知らないこととか可能性あるけどそこの若干なところだからそれでいけるはずなんだよね普通に考えたらねでまあ神木さんが編み出した技4つの地点を導き出すことができたらその1点にビブルカードを置いといてそれと対角するところからそのビブルカードに沿って海を進めば東西南北まっすぐ進めないグランドラインですけどそれでまっすぐ進むことできますから。 でもうちょっと右、もうちょっと左とかって繰り返していくと、直線上にラフテルが必ずあるっていう。あれ好き。<laughs> なんかダッサいんですけどね。あの、ビブルカード置いといて、直線上からあっちから。あるいは2つの船でね、左、右、右、もうちょっと右とかつって、その直線上にね、ラフテルがあるっていう。これ、火の傷の男いらないですからね、結局。4つの地点さえ割り出せばね。 そのルートが正規ルートだとした場合、火の傷の男っていうのはやっぱり救済ルートで、空島編で言うと、ノックアップストリームで空島に行く方法みたいなね。まあ確かに、未知の島とか、誰も信じてくれない島、見えない島みたいなさ、ログが空に引っ張られちゃって、メラミーたちにはそれを笑われて、それでこそロマンだっていうクリケットがいて、で、その空島の生き方でしょ空島の生き方とラフテルの生き方って暗示としてリンクしている可能性は全然あるし、 で、二つの生き方がある正規ルートがハイウエストの頂から行く方法と裏ルート救済ルートじゃねえけどノックアップストリームっていうラフテルに二つの生き方ある説みたいなところで言うと結構熱いかも、ね、確かに別ルートありそう、うん、ジェニーさん発表ありがとうございます先生勝手ながら私の考察です最後のロードポーネグリフですがローの能力で移動させることができると思います最後のロードポーネグリフはローがすでに手にしているのではないかと思っています火の傷の男の話が出た時険しい表情になったのも納得できます先生 先生の意見を是非お聞きできでたらと思いますすでに持ってるってことローがワノ国の冒険しているさなかとかでももうすでに持ってたってことでも可能性低いんじゃないだってローはラフテル行くとかそういうことじゃなくてでしかもそのこと知らなかったしねロードポーネグリフの存在も多分とにかくドフラミンゴの暴走を止めたいとか2年後のパンクハザードで再登場し ィポート事件とかああったけどあの辺で、情報を手に入れたとかあかあんのなでその後はずっとルフィたちと同じ行動をしてるんで、ロードポーネグリフをどっかで手に入れて、それを隠し持っていられるタイミングがないよね、多分ね。感覚的に。まあ、あるとしたら、ワノ国出港後すぐ手に入れたっていう話だけど、火の傷の男とかってお前ら言ってるけど、俺はもう手に入れてるぜ、の表情にも見えるんですけど、あの表情は無限に読み解くことができる表情なんで、そこを固定しちゃうと結構厳しくなるのかなっていうね、状況的にね。 ロののの今までの冒険の流れから言ってもねあとは本当に抜け駆けしていることになるからねなんとなく我々が知っているローっぽくないというかどうなのかというね、えー、ところでございます。ラシドのゲームチャンネル500円ありがとうございます。火の傷の男はロビンの父親説。オルビアが海に出るときに他の船員に子供に未練があるならやめておけ。旦那の無念ならと言われておりオルビアは無念を晴らすためポーネグリフの探索船に乗ったかと。ということはその夫はポーネグリフにある程度詳しく生きていたら探索を続けていて文字も読めるのではないでしょうか。 男っていうワードが出たたににこの可能性も考えましたね確かにバスターコールの生き残り、例えば、ロビンのお父さんとか、黒羽博士の兄弟とかわかんないけど、誰かしらが生きててっていうね。で、古代文字も読めるから、それがバスターコールで火の傷を負って生きているみたいなね。十分考えられるんですけど、ロードポーネグリフ最後の1個とかと、火の傷の男が絡んでこないと、古代文字読めるだけのやつだけだと弱いんだよね。一応ワンピース争奪戦にそいつを見つければローキットは参加できるんだけど、 その時のワンピース争奪戦に参加できるってそのルフィたちとかのワンピース争奪戦に食い込んでいけるとか救済措置のような印象 を多分強く持って描かれたと思うんで今更古代文字読めるやつだけをね手に入れたとしてもなんか弱い感じがするんだよ、ね、山路良平さん千のペガありがとうございます自分はワンピースとは酒の湧き出る泉と考察していますひとつなぎイコールひとつなぎロジャーが笑ったわけもそこに置いてきたわけも性格も全て納得がいくと思っています元々ロードスタートイコールロードスタートから逆流してお酒を各地に届けていたことがビンクスの酒最初はルフィの夢 世界中の人との大宴会のため麦わら海賊団でリンクスの酒を歌いエンディングと考えておりますハッピーエンド過ぎでしょうかと酒の湧き出る泉少年誌のエンディングでお酒そこがね若干気になるところというか かまあ、ルフィが17歳から19歳で、まあこれ、お願いします。海賊団のたかしさんとかとコラボした時にも話したんですけど、ルフィは19歳のまま終わるんじゃないかっていうね、ギリギリ二十歳になんない少年っていうところで物語が完結する方が綺麗なんじゃないかみたいなところなんですけど。ってなると、この少年のルフィがラフテルにたどり着いて、酒だ酒だやったーってなるのが、まあでも、ビンクスの酒の伏線は綺麗に回収できるけどね。難しいところだな シャンクスのセリフかなとはちょっと矛盾になるのは、そろそろ取りに行くぞワンピースっていう。これがどういう意味でシャンクスは言ったのか。酒の湧き出る泉だったら取りには行けないですけどね。取りに行く、奪いに行けるものみたいなね。いわゆる持ち運びできるものみたいな感覚は持つんですけども。どうなのかというね、ところでございます。まあ、ビンクスの酒って っっっててていいうのがいわゆるるポーネグリフ的な役割を持ってると私は思ってるんですよね巨大な王国の話今日は散々してますけど圧倒的な科学力と軍事力っていうのを多分持ってた古代兵器もねプルトン持ってポセイドン持って海洋類さえも従えてた巨大な王国なんですけどなぜか滅ぼされたとただただ全員滅ぼされてバッドエンドだったわけじゃなくてなんとか逃げおせた人間たちがいたとまあ浄囲ボーイも含めてっていうところなんですけどでこのまま滅ぼされるわけにはいかないということで多分莫大な宝をワンピース をラフテルにそしてこれを未来に託すためにこの真実を砕けぬ意志に文字を刻み各地にばらまいていったっていうのが多分光月家であるとテンプル騎士団っていうのがいましてでテンプル騎士団っていうのが D の名を持つ総長たちがね全員ではないですけどね D ・ E、えー・ドっていう名前がついているまあこれは D の一族おマーなんじゃないかっていうねで最後の総長ジャック・ド・モレーっていうのがフランス国王に処刑されてしまう残された団員たちがモレーの墓を 掘り起こししたら頭蓋骨骨と2本のクロスしている骨みたいなところでそれを海賊紀の象徴としていったみたいなそれが海賊紀の始まりジョリー・ロジャーの海賊紀っていうのがそこから始まったみたいな話なんですけどそこから残された団員たちっていうのは遺工職人と海賊たちに分かれていくで遺工職人っていうのはワンピースの世界で言うとやっぱり光月器ですよねポーネグリフを残して子孫に伝えていくで海賊になった者たちっていうのがワンピースというところの 何なのかっていうところなんですけど、ポーネグリフ同様、海賊たちの中で口伝えで多分伝えられていったのが、ビンクスの酒だと思うんで。とういう意味では、ビンクスの酒っていうのは、海賊だったら誰もが口ずさむ歌なんですけど、その歌を作ったものの思いとしては、そうやって海賊たちの中でずーっと語り継いでいって、そこにメッセージを込めて、ポーネグリフ同様、今現在まで語り継がれてきたみたいなね。そ、まあ、それが自然だよなクローバーーバ博士はののポーネグリフの存在意義 っていうのに砕けぬ石に文字を残して世界各地にばらまいたっていうのは明らかに敵がいた証拠であるというようにビンクスの酒っていうのも同じ形ですよねこいつらに敵がいた証拠を暗号化して歌を世代を渡って受け継いできたっていうのは明らかにこいつらにも敵がいた証拠みたいな、ね、ビンクスの酒の考察は難しいんですよねどういう解釈にも捉えられるような感じにもなってるし私的にしっくりきてるのはオディンさんの考察だよねビンクスの酒に 関してはねあれももう1年とか2年前の考察だから物語って圧倒的に進んでるんでまたさらに考察してほしいですよねあれオディーンさんあれかなり熱いんだよなまだご覧になってない方はねオディーンさんの動画を見に行ってみてくださいと YN さん320ありがとうございます終止符をシャンクスがロジャーに泣いた理由はどの考察でも当たりでいいと思ってますがどうですかシャンクスがロジャーの胸で泣いた理由はいくらでも説明できますよねみたいな話かな私がそれこそ2年前ぐらいに考察 したたそののののシャンクスの涙の理由みたいなのもうちょっと深くてもいいような気もするんですけどあの時考察したのはいわゆる映画も含めてフィガーランドイムとかねゴッドバレー事件で拾われた子っていうのがシャンクスは確定していったわけですけど天竜人の血とか王族の血とかいわゆる今現在支配している側の血がシャンクスの中に流れていることが確定しているんでシャンクスはラフテル行ってないですからねバギーの付き添いで待ってましたバギーシャンクス以外のロジャー海賊団はラフテル行って宝を見て笑って歴史の全てを知て てて戻ってきましたそれに対してシャンクスが質問をしてロジャーの胸の中で泣いたっていう話なんですけどこれまでの今話した情報全部集めるといろいろ言えるんですけど YN さんが言う通りストレートっていうのが多分そのシャンクスの血筋自分の血筋フィガーランド家っていうのがかつて世界に何をしたのかっていうのを知って。 泣いたとかねあとはロジャーの運命大好きで大好きでたまんないロジャーがたどる運命を知って泣いたとかあとは自分のせいでもしかしたら世界をひっくり返すことができないと知ったとかなんかその辺が王道って。 いいう感じしますけどねねつぐらい、ね、一番ストレートも絞れねえよな、結局。一応あの時のシャンクスがちょっと子供なんで、子供の涙と今考える大人としての涙っていうのが違う感じもするんでね。あとあの気になるのはそこですよね。ロジャーは宝を見て大爆笑したんすけど、それを教えてシャンクスは泣いてた可能性とかもあんのかなとかね。子供が見たら泣くわねえか。笑ってたはそうなんですけど、そのおでんの公開日誌の時にロジャーとは笑顔で別れたとか。 自分が降りるときにみんなが笑ってたみたいなこう文章ではあるんだけど実際はめちゃめちゃ泣いてたみたいなやつあったじゃないですかあそことかも笑ってたと泣いてたのなんだろう混在というかなんかその辺が結構気になる描写ではありますけどねどうなのかっていうね笑ってたと書きながら実は棒泣きしているロシア海賊団とかが描かれてるんでその辺になんか小田先生が仕掛けている可能性が十分あるんじゃないかというね拓いフロムモンゴリアさんいや、ありがとうございます黒ひげとクマは体に2つの魂を持つ主導 クマはボー君の顔と優しい顔の2つを持つとかどうでしょうか黒ひげに関しては1つの仮説として黒ひげの体の構造が異形みたいなね特殊な種族の筆頭が黒ひげですから正体が判明していないクマもそうなんじゃなかろうかというね懸賞金の波数に意味を持たせることがある小田先生ですけどねシャンクスで489とかねで黒ひげの懸賞金が今39億9600万ベリーでクマが2億9600万ベリー 600万ベリーで何でこれ端数一緒なんだもあるから同じなんじゃないかみたいなねなんかそんな考え方でどうなんでしょうかというね。